大理、ペイ族、自治州は中華、人民共和国、雲南省に位置する自治州。人口の半数を漢族が半数を占め、残りは少数民族、そのうちペイ族は全体の3分の1を占める。自治州主婦は大理市。大理が、市所に登場するのは、全漢の元宝年間であり、大理地区にハに入れ、雲南、蛇非、イケるの4県が設置され、 駅州軍の管轄とされた。その五南省や大理国が成立すると、都の城が大理に置かれていたが、現代に、雲南の中心は、昆明に移り、この地域には大理路などが置かれた。明、新大は大理府と解消されている。1956年11月22日、大理平属自治州が設置された。一県9、四八県、三自治県を管轄する。 大理先駆大理平族自治州大理自治州は、雲南省中西部に位置し、東は所有遺族自治州、南はプーアル市、林総市、西は保山市、土リス族自治州と接し、北は霊光市である。自治州主婦は、大理市下関に所在する。省と昆明市まで3 3 8十八近ロメコン川、土コ甲河が州内を流れる。 大理市東部に、省内、第二の内陸淡水湖、海があり、風光明媚で、光源の真珠として、国家級の重点風景名称区となっている。ありがとうございます。